本日はオンライン上で発注から販売管理と在庫管理が行うことができるシステムのご案内に伺いました。こちらが資料になります。正確な在庫管理が行えていないと利益や経営状況にも影響を及ぼす恐れがあります。ですが在庫管理を人力で行うにはどうしても限界がございます。そのことが原因で本来であれば利益を見込めるはずだったといった機会損失が発生するリスクにもつながりかねません。そのようなことに対処するには適切な在庫管理を行うためにどの方法が御社の運用に合っているのか見極めることが重要です。こちらの資料にもありますように業務を効率化するために在庫管理システムやハンディターミナルなどのツールを利用することで正確な在庫管理を実現いたします。それは随分と助かりますね。すでに導入されている企業や店舗にも大変ご好評いただいております。今ならキャンペーン中でしてお値段に関しても 30% オフでやらせていただいております。それでしたらぜひお願いしたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは後ほど詳しい資料と申し込み書の方をお送りいたしますので引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。さすが先輩たちです。さすがです。山口君完璧だったわよ。商談が決まったのも山口君のおかげだよ。ありがとうございます。少しでも先輩たちのお役に立ちたくて、ね、はい。じゃあ商談も決まったことだし一杯やりますか。いいですね。はい、ぜひ、はい、付き合ってくれるよね。はい、もちろんです。入社から大事に育ててきた可愛い後輩、しかし最近経理のチャラいやりまん女と付き合っているという噂が。社内恋愛禁止なのにあんな女とマジかよ。確かめてやる。先輩たち来ました。山口くんの部屋取るの忘れてて。それってどういうことですか。いや、いつもさ、二人で出張行くからついいつもの癖で。ああ、いやでも、じゃあ僕はどこに泊まればいいんですかね。部屋広いし、相部屋でもいいんじゃないかなってね、うん、いやでもそれはちょっとでも、でもなんか経費削減だと思ってね。いやあ、商談も成立したし乾杯でもしましょうよ、ね。あ、それはもちろん、はい。まあ、いやでも同じやってはちょっと。まあ、あ、先輩どうぞ。先輩ありがとう。もうこんくらいでいい。ああ、ついであげるから。え、そんなそんな。ね、先輩。失礼しますよ。失礼します。ありがとうございます。いや、壊れてる。ストップって言ってね。もっと？もっと？もう大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。はい。今回は大人がなったわね。いや、もう日頃の先輩方のおかげです。ありがとうございます。もう真面目なんだから、うん、じゃ
あ乾杯しようか。どうしよう。はい、せーの、乾杯。乾杯。はい、社団成立してよかったわ。よかったですね。今回すっごい長い時間かけましたね。いや本当ね、はい、いや大変だったわマジで。先輩すごかったな。え、私ももっと仕事できるようにならないとって思いました。いやルカはもう十分やってるわよ。え、そうですか、うん、いやでも山口くんもすごかったよね。あ、いえ本当にもう先輩、確かに先輩の二人のおかげでめちゃくちゃ資料上手に作ってたじゃん。いや本当にもう先輩の方のご指導のおかげです。その通り。あら飲んで飲んで。ありがとうございます。あらえいもっと、うん、あ美味しい。そんだけ全然飲んでないね。美味しいです本当に。美味しいならもうちょっと飲もうよ。はい、あらえい私どうしとく。お、すごいいい飲みすぎだね。さすが。え、行くっしょ、行くっしょ。いや山口くん、いやもう先輩差し置いてよ。そんな待って。いや、ほらほら、いいから、すいません。いい？ありがとうございます。深刻性だよこれ。ストップ言わないと止めないから。あ、じゃストップで。もうストップ。あもうちょっと一瞬。もうギリギリまで行く。すいません。はい、どうぞ。こぼれちゃう、そんなお辞儀しちゃったらこぼれちゃう。はい、あ、美味しいです。美味しい、はい、ありがとうございます。やっぱね、お酒飲むのもビジネスマンに大事なことだから。そうですね。あ、超大事。覚えておきます。覚えておいてね。はい、はい、なんか暑くないルカ、この部屋。確かに暑いです。